さあそして最後に残っていたのがこのケイトリン・オズモンド。大歓声です。会場からの期待。トリプルフリップダブルトーのカバー始まりました。トリプルルッツ、ダブルアクセル、トリプルトーンのコンビネーション、ランディングが乱れてしまいました。バックエントリーのキャメルポジション、アップライトストレートのコンビネーション、足換えてノンベーシックポジション、シットサイド、動きも変わっているというのが大事ですね。トリプルサルト、そして音楽の放送に合ったジャンプを降りていました。トリプルフリップ、トリプルとダブルとダブルとのコンビネーション。ダブルアクセルで転倒してしまいました。シットポジションから足を変えてキャメルフォーワードですね、でアップライトポジション、コンビネーションフライングコンビネーションスピン、足換えありという形です。ステップシートです。コリオシークエンス、上手に曲を使ってますね。ケイトリン・オズモンド笑顔でこのフリーを終えています。そして会場はスタンディングオベーション。去年はこのショートからフリーで崩れました。
今年はショートトップ、そしてフリーで、さあどうかというところです。今ちょうど家族が映ってたんですね。岡部さんが途中でおっしゃっていた曲を上手に使っていると、冒頭カルメンから始まった、そこで情熱的に始まったと思いきや、途中から転調したところからはぐっと雰囲気が変わりました。そうですね、この、 あのメリハリというのが非常に大切です。はい、17歳のこのケイトリン・オズモンドです。今シーズンはスケートカナダで優勝して、そして世界的にもこの選手は若いながらすごいのが出てきたなという印象はありました。どうやらこの国内大会でもその強さを見せつけそうです。そうですね、最初から最後まで、はつらつと元気よく滑ってくれたのは気持ちよかったですね。そして非常に、体の動きもなかなか難しいこともしていますし、それにもかかわらずスピードが落ちていかないっていうこのパワフルなところ、それを上手にこのカルメの曲に乗って最後まで滑り切った、そしてなかなかコリオシークエンスも素敵でしたね。はい、こういうふうにいろんなムーブメント、スパイラルだけではなくバタフライも入れてみたり、いろんなムーブメントを入れていて、そして曲を表現できるということを、はい、見たいなというところでスパイラルシークエンスではなくなったんですね。ですからお手本のようないいコリオシークエンスだったのではないかなと思います。ショートプログラムは70点台という高得点を叩き出したこのオズモンド。2位のラコステとの差が10点以上あった中、さあこのフリーでどのぐらいの点が出るのか、まあ、こうやって見ると17歳のまだ少女なんですよね。そうですね。ただこの表情に立って曲に合わせるともっともっと大人びた雰囲気を出したシーンもあったりと、はい、一方ではつらつなシーンもあったりと、はい、いろんな表情があります。はい、ではルッツなんでトリプルルッツなんですけども、これはエッジですね。正しいエッジで飛び上がっていていないっていう、ルッツの場合はバックアウトサイドで踏み切らなくてはいけないんですけど、はい、ちょっとインが、まあ、クリアではなかったかなというふうに見えますね。そしてこれが最後のフィニッシュのシーンですけれども、このあたりが新しいルールの表現法。さあスコアどうなるか、技術点64、5コンポーネント67.68、すごいいい点数ですね。トータル 131.30、 これはショートと合わせると200点を超えました。 201.34、 すごいスコアです。ハイスコアでもちろんトップ、ケイトリン・オズモンド、このカナダフィギュアスケート選手権を制しました。初優勝です。こちらはご家族だということなんですけれども、いや岡部